にちは、ブルホースです。今日は効率の悪い努力というお話をしていきたいと思います。ね、行動力だけ増やしても無駄。まあ、よく聞く話ですよね、これに関してはね。なんかさ、よくありがちな話ですけど、まあ、例えば営業マン活動の話をしたとして、会社化しているノルマ、ね、いくら営業利益取ってこいよとか、あられ取ってこいよみたいな話をしたときに、それに達してないとしますよね。そしたら、まあ、訪問50件でもいいから、100件でもいいから、とにかく手当たり次第回ってこいとか、電話毎日100件コールしろとかね、まあ、どっかの会社でも僕聞いたことがあるなって思うんですけど、まあ、とにかくなんかもう、やれるだけの限界まで行動をやりきろうぜみたいな、なんか根性論で乗り切ろうとするっていう話を、まあ、よくあったりします。いわゆる B 企業ってやつですよね。まあ、ところが、そんなもんしようもんなら、営業マン同士が例えば顧客を取り合いになってしまったりとか、ね、同じ顧客に何度も何度もなんか株式会社 A です、株式会社 A です、株式会社 A の B です、株式会社 A の C ですとか言って、もう何度も何度もなんか同じ会社の別の人間からガツガツ連絡が来るんで、お客さんがなんかまた営業電話かけてきやがって、また訪問来やがってみたいなね、会社の信用が落ちちゃうっていう話なんですよね。だから結果的に成績を上げるための行動が逆効果になってしまっているっていうようなケースっていうのはよくあると思うんですよ。で、行動そのものには、まあ、数をやったっていう自己満足は確かに生まれるんですよ。だったら10件しか訪問してないよりは100件行った方がなんか10倍回ったっていう満足感は生まれるかもしれないんですけど、でもそれは無駄な行動っていうのが増えただけで、意味のない労働時間でまみれているっていう話なんですよ。確かに初めのうちはその行動をいっぱいやることによって達成感っていうのはあるかもしれないんですけど、結局ね、成果は一向に上がらないままなので、上司から詰められて自分自身も焦りを感じて精神的に追い詰められると。でしかもその行動いっぱい取ったから成績取れるだろうと思ってやってたけど、結局成績が取れないように会社の信用もどんどん落ちてってしまうっていう話なんで、まあ、やらなくちゃいけないことに関しては行動量の削減ですわねっていう話なんですよ。で、工夫を生むためにはある程度制約を設ける方がいいというのは、まあ、創造性の世界なんかでよく言われたりしています。で、今でこそ働き方改革っていう時間の制約が皆さんにはあると思うんですよね。そんな時間が限られている中で、これまでと同じ方法でやるのか、まあ失礼しました、これまでと同じような成果を出すとか、あるいはそれ以上の成果を出すためには精度の高い仕事をするための工夫っていうのが必要になりますと。で、営業であれば、例えばですけど、皆さんがクライアント1000件抱えているとしましょう。まずクライアントというか、まあリストですね、顧客リストで1000件抱えているとして、その1000件に当たるとすると、その1000件あたりに、まあ、1件あたり5分時間かけてやったとしたら、まあ、単純に5000分ですよね、の 83.3 時間と、まあ、確かに電話営業だけの仕事をするということであれば、まあ、4日もあればできることですよね。まあ、トータル5日間くらいあればできるということだと思うんですよ。で、当然周辺業務っていうのも考えたら、ね、電話だけやってればいいなって仕事、そんな楽なことはないですから、それじゃ済まないわけなんですよね。じゃあどんな工夫を行ったらいいの？じゃあ1000件かけましょうって、1000件かけなくていいんですよ。例えばターゲットの中から過去に自社の商品とかサービスを活用したお客様っていうのはまずリストアップしましょうと。で、その時の1件あたりの単価とか、1回あたりの注文に対する継続率とか、それから過去クレームが起こったことがあるのかどうかっていうものを全て調べて、で、自社の顧客のランクで、例えば粗利率とか継続率とかっていうので、いろいろとこうランク付けをしていると思うんですよね、営業会社だったら。で、そういったものに顧客っていうのを絞り込んで、絞ってみれば1000件あったお客さんでも意外と2、30件程度しか残らないケースっていうのはあり得るんですね。で、30件になったら 30×5 の150分、わずか 2時間半で営業するっていうのもほど足りるんですよね。で、しかも1000件かけた時の成果と比べても30分の1の行動量なのに成果をより高いっていう結果になる可能性があるということなんですよ。こういうのを工夫っていうんですよね。はい。で、備えあれば憂いなしっていうお話なんですが、行動が逆に行動を殺すことっていうのもありますと。で、1000件行動かけ、1000件営業かけると、訪問なり電話なりと。で、そうなった場合に、何回も営業かけてくるもんだから、お前のところから電話受けるかボケーみたいな話になってしまったら、会社の信用も落ちるし、営業成績も当然下がるから、
意味がないよねっていう話になっちゃいますよね。だから行動を生かすためには、結局はそのための準備っていうのが必要なんですよ。で、意外と準備が抜け落ちたまま見切り発車をする人たちっていうのが多かったりするんですよね。これはまあ営業に限らず、勉強とかもそうですし、開発とかもそうですし、なんなら恋愛に関してもそうだったりするんですよね。で、なぜ準備をせずに行動するのかいうと、まあ、いろいろ考えられるんですけど、頭で考えて行動するのと考えずに行動するのとだったら、後者の方が圧倒的に楽なんですよね。で、行動している方が周りから働いているように見えたりとか、動いている自分に満足ができるとか、それから準備している間になんか周りが成果を上げたりすると、準備に時間かけてるから成果上がらない当然なんですけど、なんかこう周りの成果に焦っちゃうとかね。で、それからもう何を準備したらいいのかがわからないいうところから、こういった今挙げたような4つの理由とか、まあ、他にもいろいろあるんですけど、まあ、その中から考えずにもう先に行動した方が早い、いいって思っちゃうっていうことなんですね。なので、何を目的とするかっていうのが結局大事なんですよっていうお話なんですね。確かに目的、目先の成果を追うなら楽、まあ、実際楽そうに見えて違うんですけどね。で、楽な方でいいと。で、長期的なことを考えると、一度仕組みとか土台を作ってしまう方が、結果的に楽になりますよねっていう話なんですよ。で、今もなんかキャンディーフォックスになっちゃったんですかね。ですけど、DJ 社長、まあ、過去、元レペゼン地球のリーダーですよね。が、例え話言ってたんですけど、遠くに行った方が勝ちだっていうレースがあったとしましょう。で、そのここには2人の参加者がありますと。で、1人はもうなんか一心不乱に自転車を、うわーってこき始めると。で、もう1人は1ヶ月間バイトをして、で、1日教習所に通うことで、原付を手に入れて、原付で走りますと。で、1ヶ月の差あれども、当然バイクと自転車だったら、バイクの方が圧倒的に走るスピードも違うし、ね、スロットルをひねるだけなので、体力的な負担も違うよねっていう。いう話なんですよね。で、時速30キロと時速15キロでもう倍のスピードで走って追いかけていくもんだから、気づいたら、知らない間に追い抜かれているという、そんなまあ結果になっちゃうよっていう話ですね。ここがまあ準備をするか考えずに自転車漕ぎ始めちゃうかっていう差があるよっていう話なんですよ。で、やってもやっても報われないなーっていう風に悩んでいる人っていうのは、多分努力中心主義になっているかもしれないです。ですから、一旦やることではなくて、やるための準備っていうものに目を向けて、何をしたら今の行動が報われるようになるのかっていう、ぜひ工夫を心がけてみていただけたらというふうに思います。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。